こんにちは、歴史くんでございます。世界最古のマラソン大会は日本だった？2020年東京オリンピック開催されますけども、マラソンがねちょっと話題になってますよね。東京でやるのか、いやもう札幌だという話になりましたけども、マラソンの歴史ご存知ですか？世界最古のマラソンと言われてるのはですね、なんと幕末の日本で開催されてんです。時は安政2年、西暦に直すと1855年。場所はですね、群馬県です。かつては上野の国と呼ばれた群馬県で行われました。ここにですね、安中藩というですね藩があるんですけども、そこの安中藩のお殿様がですね、安中城から碓井峠はですね、江戸時代関所として有名な場所だったんですけども、安中城からそこまで約29キロ、それをですね、安中藩のお侍さんたちのですね体を鍛えるためにですね、50歳以下を96人選抜しまして競わせたという記録が残されてるんですよ。一般的には世界最古のマラソンというのは1897年にボストンで行われたボストンマラソンが、これ世界最古と言われてるんですけども、1855年の方が早いですね。これはね、つまり世界最古と言えるわけなんですよ。でこのマラソン大会の名前をですね、安政遠足と言います。まあ、目的は藩士の体を鍛える、まあ、つまりは軍事訓練の一環だったようです。ただですね、ちゃんとですねゴールに来た順番とかですね、名前とかが、ね、記されてるんですよ。ただ出発時間が分かんないようなので、どれぐらい、時間でね、帰ってきたのかっていうのは分かんないんですが、ちゃんと記録が残されてるということで、これはもうマラソンと言っていいだろうということになっております。そして出発地点である安中城にはですね、日本マラソン発祥の地というですね石碑が建てられております。この安中藩、実はお殿様最初は誰だったかというと、あの徳川四天王ひこにゃんのモデルにもなっている井伊家井伊直政の子供からですねスタートした藩なんですね。で出身の有名人は誰がいるかと言いますと、幕末の頃にまさにマラソンが開催された時に安中藩のお侍だった方で、同志社大学を作った新島丈さん、これが安中藩の出身ですね。大河ドラマ八重の桜で新島八重の旦那さんですね、小田切丈さんが演じてましたね。かっこよかった。ちなみにゴール地点の碓井峠には熊野神社があるんですけども、当時ゴールした最初の7人にはちゃんと景品が出ております。お酒、お茶、そして力持ち力持ちはマラソン後には食えないよ喉通らないで、現在ですよ、安中市ではそういったマラソン大会が幕末に行われたということで、1975年からですね安政遠足侍マラソンというのが開催されております。ただそのマラソン大会はですね、侍がこう体を鍛える軍事訓練とは今は程遠い内容となってます。どういう内容かというと、みんなでコスプレをして走ってます。俺も出ようかなあ、いつだろう、いつだ、あ、これ今年2019年ですけども、開催日は5月12日だったんですね。来年ゴールデンウィーク明け行ってみようかな。